にちは。こんにちは。こんにちは。さあ、もう3月といえば選抜高校野球。いやー、もう本当に始まります。はい、はい、桜の季節。桜の前に選抜が来るんすよ。でも桜の後だ。桜、あれ桜って何月ぐらい？いや、もう咲くぞ。もう、え、もう咲くんすか？うん、もう2、3日でさ。じゃあ桜とともにですね、選抜高校野球も始まるということで、はい、はい、3月23日から開幕ですよ。はい、どうですか、豊さん、情報追ってます？選抜の。あのね、はい、札幌大谷、はい、これはあの神宮大会で優勝してる勝者ね。やっぱり履正社、はい、やっぱこう大阪のチーム、はい、まあここら辺かなって思ってるけど、ね、あと高松商業が久しぶりに出るでしょ、はいはい、で高松商業って伝統のあるチームでさ、古豪ですよね。古豪でね、必ずね三塁ベンチのところで、はい、エンジンを組んで試合がスタートするんだよ、はい、これが伝統だと思う。まあ、昔あの三塁手が亡くなられたということで、はい、必ず高松商業が出た時は三塁ベースのところでナインがエンジンを組んで、はい、そこからスタートするわけ、うん、なんかそういうのも見れるっていうと、うん、すごく楽しみではあるよね、はい、あれでその高松商業の相手が春日部共栄。ああそうですね。高松、あのだから上げられた前、はい、あのあったじゃないですか。俺やってるわけじゃない。いや、やりましたよ。いやいや、ユタさんやってないですよ。ユタさんやってないですよ。その春日部共栄と対戦するというか。おはい、楽しみだ。まあ、楽しみですね。そういう意味でもちょっといろいろ見どころが、まあでも優勝候補を挙げるとやっぱ俺は札幌大谷と、はい、だから札幌のチーム雪の中でやってたよね。だからこのチームがどういうパフォーマンスを見せてくれるか。なるほど。神宮大会って寒い時期でしょ。寒い時期でしょ。だから強かったよね、はい、寒さに慣れてる。うん、でも寒いとこから暖かいとこ出てきて、はい、でもやっぱこう去年の神宮大会を制したように波に乗れるかどうか、うん、ね、替え打つのが履正社かなっていう、うん、ただねちょっと偏ってんだよね強いチームが。ああ向かって左の方のブロック、はい、だからここら辺がちょっと苦しいなっていうところがあるけどね、はい、でまあ、一番注目されてるのが、はい、先ほども言いました履正社高校と、はい、1回戦の相手が、星稜高校。星稜ですよ。でここがもう星稜が今一番もう多分大本命ですから、はい、言われてもニュースにもなってましたけど、去年のアンダー18の、まあ、唯一2年生だったのが久我君、このピッチャーが、はい、まあ残ってますんで、とてつもなくよかったです、どっちが勝つの？僕は星稜かなと思ってますけどね。はい、これやってみないかも。そうですね、だから本当にもう高カードなんで、これは見ないとね。これは結構見ものですよ、本当に。だからその札幌大谷もそっちのブロックに入ってるわけでしょ。そうです、はい、そうです。なんかこのシード作っちゃった方がいいんだよ。そうですね。で今回この逆ブロックにも智弁和歌山、去年の、うん、あの選抜準優勝の智弁和歌山残ってる、選手も結構残ってるんで、うん、まあ、智弁の、うん、東邦とかも下にいるんで、うん、愛知県のこの辺もちょっと優勝候補かなっていう。おえ、東方嫌いなんじゃないの？あ、同じ愛知県勢、名電はね、やっぱ一緒にすんなよみたいなこと言ってる。いや、でもね、まあ、もう愛知県民として応援します。はい、大人になるからね。はい、そうですよ。ちなみにあれ、注目選手いますか、小村さんの。でもその愛知県の東方の石川くん、はい、石川くん、ピッチャー、ピッチャー、去年まで、野手だったんですけど、今年からこの1万円になってピッチャーでクリーンアップを打つという。おお、はい、だ去年自分夏の愛知県大会名電大東方見に行ったんです、うん、その時に石川君やっぱもうホームラン打ってましたし、勝ち込まれた、勝ち込んでましたし、はい、ピッチャーで4番、ピッチャーで4番か、でも4番の方は多分別だと思うんですけど、クリーンアップ3番か、でも3、4番打ってくると思う。二刀流できそう、二刀流できそう。確かにそうですね、混ぜもあるんで楽しみだね。楽しみっすよ。はい、はい、まあ、星稜のピッチャー見てみたいね。はい、奥川君はもう相当言われてますね。いいんで、はい、それはいいよね。はい、楽しみです。あれは出てこないのかな、大船渡の佐々木は、まあ、ちょっと負けちゃいました。負けちゃったんですよ。出たら目玉だったんですよね。まあちょっと21世紀はかかるかかかんないかぐらいでは言ったんですけどね。それかけろよみたいな話ですよね。でも、2人無理しちゃうとさ、はい、どっか故障すると嫌だしな。そうですね。そういうのもありますから。あるな。ドラマ生まれるよ。大会になりますんで。選手、先生どうだ。あ、広陵の秋山首相が、広陵も出るね。今回平安も強いんですよ。おお、関西から出るチームで弱いチームはなかなかいない。まあ、やっぱ強いっすよね。やっぱ強い。あっちの方は。だから俺は札幌のチームが雪の中でどんな野球をやってきて、はい、どんな練習をやってきて、うん、まあ本ちゃん甲子園でパフォーマンスがどう出せるのか。はい、いや、僕楽しみだよ。すごく。
だから札幌大谷には大注目してる、はい、はい、どうする今年高川学園は どこまで行きそうですか。あの不祥事で行くちょっと申し訳ないけど戻っちゃうんですか、その話に。ねえ、でチーム的にはすごいね。いや、そういうのも高いチームだったんですよね。夏出れるのかな、予選。いやー、でもそこまでは出れるんじゃないですか。行ってもらいましょうそこは。夏は。いや、俺に言われてもここまで行ってもらいましょうよ。臨時コーチで入りましょう。コーチ入れない、まだ資格がないから。いろいろあるんですね。復活制度がさ、今年は復活制度を取りたい。なるほど。いうふうに思います。はい。まあ、でも選抜もね、楽しみだね。もう始まりましたね。ね、選手の皆さん頑張ってください。頑張ってください。